毎日家を作ってるのと一緒ですよね。そうですね。はい、重労働。重労働。これが一番重労働。これが一番重労働ですか。100% これが一番きつい。あ、台風はしない。台風なんかもしたら、お客様に何かが当たっちゃう。ああ、そうですね。お客様が怪我されるのが一番嫌。万が一の。うん。僕しかできない。
もう車の中もテトリスで、屋台の中もテトリス。みんなこの言ってることは分かると思います。あ、本当ですか。絶対分かります。一回でも詰め込むのミスったらもう終わりです。終わり終了。あ、そうなんですね。帰れません。実はなんか浴衣着させたりするといっぱいお客さんが、いっぱい、家を作ってるのと一緒ですよね。そうですね。ありがた。あ、本当ですか。ライト良かったです。あ、本当ですか。いっぱい照らします。そうなんです。落ちた時が結構大変だと思います。大変ですよね。道路にまた戻って広い行って。そうなんですよ。だから大通りで落ちなきゃいいんですよ。なんか小道とかで落ちてくれたらいいんですけど。ああ、こういったその目の前にある大通りで落としてしまったら。そうなんですね。だから大通りは一応時速20キロなんですよね。屋台を引く人が。あ、20キロっていう決まりがあるんですか。一応決まりっていうか。もうそう言われてるんで、僕ももうそれを守ってるんですけど。あ、水が天敵なんですよ。あ、そしたらじゃあ雨降ってる時はもうブルーシートで。はい、だから明日雨予報ってなったらみんなブルーシートします。そうなんですね。あ、でもしてない、してない方もいらっしゃる。いっぱいです。僕は始めたばっかりなので、はい、忠実に守ってるだけの話なんです。
重労働。これが一番重労働。これが一番重労働ですか。 100% これが一番きつい。仕事より 様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。